奥川、4月中旬に実戦復帰へ。一軍から離脱後初めて座った捕手に対し、変化球を交えながら約7割の力感で35球を投じ、上げていける感じがします。と頷いた。今後もブルペン投球を繰り返しながら強度を上げ、4月中旬の実戦復帰を目指す。来た。定期すれすぎる。一軍復帰じゃなくて実戦復帰かよ W。マジかよ、ヤクルト優勝のラストピース来たな。もういいって、ちゃんと試合で投げてからすれ立てて。あくまで実戦復帰なの草。今年もキャッチボールしてるだけか。結構まだまだ先の話で草。めっちゃ時間かかってんじゃねえか。体勢ですら復帰したのに奥川はまだか。なんでトミー・ジョンしないの。西舘と同い年なんだよな。普通に働かなきゃいけない年齢だろ。でも戦う顔でキャッチボールしてるから。22歳なら大卒を獲得したと思えばギリセーフか。こいついつも実戦復帰してんな。毎年実戦復帰してから怪我を繰り返す男。山下ってドライチは今年はどうなんだろうね。高校時代あれだけすごい投手なのに競合少なかったのはやっぱり理由があるんやなって。キャッチボールしてるだけで金もらえるとか勝ち組やん。ヤクルト優勝への最後のピース。ご視聴ありがとうございました。